学校自体が刑務所みたいなもん、えー、どうもか最近ねあのー、まあちょっと仙台市の給食がちょっと話題になりましてであのーまあ、仙台市のさこう学校給食ってまあ今に限らずさ結構前からなんかもう給食の質が悪いとかさまいろいろね言われていますけど。 実際その給食どんなもんなのかって言うとマジでまずそうまずそうってか多分俺が見てまずそうと思ってなんか多分ほとんどの人はねまずそうって思ってると思う、うんほんとさちっちゃいさおかずがポンポンもうほんとさあの量量も悪いしさこう質も悪いなんかさ、あのー、ほんとちょっとしたおかずがもう2品3品あってで食パン もう普通の食パンで <laughs> えこれ一食分なのっていう量ならさそんなのさ給食費払いたくなるわけないじゃん、うん、普通に考えればわかるじゃんあのさ一応日本の給食って、まあ、法律でなんか確か定められてるんですよねなんか学校給食法みたいなのがあってでまああのー、義務教育ではあるけれど、まあ、その 教育その税金から払われる教育費の中に、まあ、あの要は給食費っていうのは含まれないだからこう、まあ、学校、まあ、現場とその保護者で負担をしようと、うん、いうことでまあ大体どこもね1食あたり500円くらいですかねそ,のそれぐらい毎,、うん、毎月毎月払ってるはずなんですけどまああの給食に関してはね俺500円も払いたくないですねあんなのさ あので200円出してさ、ま、あの松屋のさ朝食とか食った方が全然増してレベルてかさあのもう完全にスパイラルに陥ってるわけですよねだってまずい給食が出てくるから、ね、あの子供もも満足しないっつってで親もさ払いたくなくなるわけじゃんで結局 払わないさこう。給食未納の親が増えてきちゃったから、まあのお金も集まらずで大した。給食も出せなくなる。もう完全スパイラル。え、どうすりゃいいか？うん。まあ俺は正直ね。解決策。これといったものは示せないけど、まあ、やっぱ最悪税金投入とかも考えるべきなのかなって俺思うんすよ。うんまあ、最悪ね。 一応学校給食法ではそういうの定められてないけどさうんただこのままスパイラル続くとほんと最後ゴミくずみたいなのしか残んなくなると思いますよ。てかさ子供にとってやっぱ学校給食ってさ、まあ、学校生活もうほんとさこう狭い世界の中で,で勉強して遊んでってやってる中でさ一番の楽しみだと思うんですよ。 まあ、体育が楽しみとかさこう、美術が楽しみとか、まあ、それは人によって、まあ、違うかもしれないけどまたもうほとんどのさがあのー、生徒にとって、まあ、学校給食って、まあ、楽しみのでそれがさなんかこう、犬の餌みたいなのが出てきたらさそりゃあ学校生活楽しくなくなるでしょうもう楽しいさ半減。 俺めっちゃさやっぱね小中学生の時給食が楽しみで楽しみで「で今日はなんだろう?」ってもういつもこん献立とさにらめっこして「あー今日は肉じゃがじゃん」とかさ「今日赤飯じゃん」とかもうそれで一喜一憂したもんですよ。えー、その楽しみが奪われるってやっぱかなりねこ教育段階として悪影響、うん、悪影響というかさ まあなんとかなんないとかね、仙台市と、まあ仙台市以外にもいろんなさ、ところでありますけど、うん、まあ払わない親も親ですよ。ただ、その払わない親の気持ちもわかる。俺がやっぱ親だったらさ、あんなね、クソみたいな犬め、犬の飯みたいなやつにさ、500円も払いたくないもん。うん、で、結局さ、あのー、ね、調べてみたら、栄養価だって全然足りてなかった。何のための栄養士ですかと。 でもやっぱね提供する側としてもお金が集まんないんだからそう満足いくさ給食出せるわけないんですよね結局結局バカを見るのって毎回毎回その、ね、ちゃんと500円給食費を払っている親だからみんな給食費払わなくなるそろそろさ学校給食って見直した方がいいんじゃないって俺思うんですよね自治体によってはもう 伝統解禁しててるるとこだってあるじゃないですか、うん、給食だって問題山積みですよ。こう宗教上の理由でさ、肉が食えないお子さんだっている。で、あのー、ね、まあ少ないでしょうけど、その人、あのー、グループになってさ、こうみんなで食べるのがダメっていう、そういう子だっているわけじゃないですか。うん、やっぱそういうね、一人一人のニーズに、やっぱ今の給食が応えられてるかっつうと、まあ残念ながら、うん、ない。 もう昭和の遺物ですよねまあもうね平成も終わろうとしてますけどまあきそろそろ給食のシステム、うん、今のシステムがダメとは俺は思わないけどまあこう諸問題がさ出てきてるところはやっぱ見直してもいいんじゃないかなうんやっぱさ本当税金投入はこれもあんま良くないけど、まあ、したりとかさで 給食の質を改善したりね、あの家から弁当持ってきてもらう、あ、OK よ、OK よ、うん、給食ね、給食払った人だけにこう給食を提供して、他の人は弁当で何度かやってねって、そういうのでもあるじゃないですか。別にさ、うん、あいつ弁当だからって、まあ、そういういじめ発生しちゃうかもしれないけど、うーん、でも、それはでも、ね、人によりけり人、事情はやっぱ人によりけりだしさ。 うんはっきり言ってね何十パーセントもさこうねあの滞納してるような地域だったら多分そういう問題も起こんないじゃないですかね。うん、やっぱ給食まずいからやっぱ「あいいな何々ちゃん弁当なんだ」ってそういうところもまああってもおかしくないですよね、うん。というわけでね まあちょっと給食問題についてねいろいろ語らせていただきましたまあ俺はね給食めっちゃ大好きだったんでね給食なくなっちゃうのはあんま良くないなと思うけどまあこれも時代の流れなんでしょうねやっぱさみんなね限られた、ね、生活費の中でやりくりしなきゃいけない中でさんなちんけなさ、うん、食べ物に500円も払いたくない俺もわかりますようんま これもね一つの問題ということですよじゃあそんなわけで今日は給食についてお話ししましたバイバーイ